続いて8番9番11番の単語を見てみましょう靴やパンや魚やこれらは店の名前です第6課では「花や」を勉強しましたね。 これらの単語を見ると店を言うときに「や」をつけることが分かります。また話し言葉で日本人はよく店の名前の後に「さん」をつけます。例えば「靴やさん」「花やさん」 このように言います。12番は動詞、思うです。思う、思う。みなさん、思うの手形と内形は何でしょうか。 正解は思ってと思わないです思うは推測する判断するという意味で 英語で think という意味です。推測するときや感想を言うときにも使います。何々と思います。推測する内容をつけるときは助詞とでつなげます。例えばきれいだと 思います詳しくは文法のところで説明します続いて13番の動詞言うです言う言う言うは言葉を出すという意味で英語で say という意味です 言葉の内容をつけるときに助詞とを使います何々と言うという文型になります例えばあの子供は牛乳を飲みたいと言っています でいますこの文型を使う時に「直接引用」と「間接引用」という2つの使い方があります。詳しくは文法のところで説明します。